また増援か。バヌバヌ治める偉大な分土の王さ、このホルバヌは湧き立つ雲のように怒りに満ちている。ホルバヌを怒らせる地の底を歩く者たちは泡立つ雲の神に捧げなければならない。白き神、白き神、大いなる運神ビスマルク。運神だと、新たなる蛮神だというのか。確かにここは逃げるが勝ちか。
第七霊災による気候変動はクルザス西部高地を極寒の世界へと変えた。氷壁に道を閉ざされ、一時は放棄されたこの地を再びイシュガルドの民が取り戻そうとしている。冒険者が降り立ったのはまさに再建の途上にある寒村ファルコンネストだった。